今日はですね、横浜の事務所からお届けします。昨日ですね、11月の18日はミッキーとミニーの誕生日なんです。おめでとうございますって感じですね。昨日ですけどね。これはですね、アメリカのメーカーが作ったハッピーバースデーのおもちゃです。1928年11月18日に映画蒸気船ウィリーです。そこにミッキーマウスとミニーマウスが揃ってスクリーンデビューしたわけですよね。もう今から94年前の話です。これはですね、ディズニーランドハッピーバースデーカルーセルっていうね、まあ、そういうおもちゃです。6本のろうそくを立てて火をつけると熱によってこのカルーセルが回転します。回転するとベルが鳴り、キャラクターたちが回り始めます。ダンボ、バンビ、プルート、三つ子のアヒルですね。ヒューイ、デューイ、ルイ。かわいいですね。そしてこのね、なんとも言えないこの鈴の音がもう最高にいいですよね。まあ、みんなでミッキーとミニー誕生日おめでとうって言っているんでしょうね。これがこのおもちゃが入っている箱で、ここにケーキがありますね。おそらくですね、これをですね、ケーキの上にこのまま置くわけです。で、ケーキの上に置いて、ろうそくを吹き消す。という、そういうおもちゃですよね。この箱の絵もとてもいい感じです。次回はですね、このミッキーのカルタを、しかも戦前の日本製のカルタをご紹介します。お楽しみにしてください。